あいつらは何者で、目的は何なのか。他にもいろいろ気になることはあるけど、今の俺に重要なのは、俺の能力は何なのかだ。俺はこの能力で、お前らを潰してやる。すごかったな、俺の能力。また偶然とか。受ける。受けるわけねえだろ！ざっけんな！偶然で監禁なんかされてたまるか！出せ！出せよ！家に帰せ！レディース&ジェントルマン。はーい、皆さん、はじめまして。私はあなたたちのナビゲート役を務めます。美少女マジシャン、ミヨンちゃんです。今ここにいる皆さんにはすでに戸籍が存在しません。では最初のプログラムはワンオンワン、シンプルな決闘です。これから皆さんを部屋に案内します。そこで能力の確認と練習するのもいいですね。何ですかあの動きは。あの能力、最初はまともに歩くことすらできないはずなのに。よう、お前も驚いたろ。わけわかんないよな。だが仕方ねえ。おいお前、対戦が始まったらすぐに降参しろ。いいな、どうせ俺が勝つんだから。お前は怪我を避けられるし、俺も手間を省ける。熊切りだ。能力は2秒間無敵になるらしい。紙にはそう書いてあったが、あの連中が勝手に植え付けた能力など使う気はない。落ち着いているな。それだけ強力な能力を持っているというわけか。だが負けるわけにはいかん。棄権します。あなたの勝ちで結構です。私ではあの人に勝てませんでした。私の相手の能力をコピーする能力でコピーしても何も起きませんでしたから。きっと発動に条件があるタイプの能力です。あのさ、リタイアしてくれないかな。私、人と戦うなんてできないし。でも負けたらどうなるかもわからなくて怖いでしょ。だからリタイアしてほしいの。お願い。